どうした？ついに来た。どうした？老眼や。老眼？なっちゃった。そんな急に自覚しちゃった。来た。脇毛を抜こうと思ったの。脇毛？うん。そしたらさ、こうやってさ、こうやって見ながらやる、ピントが合わへんのよ。なんでって思ってん。なんか調子悪いかなと思ったけど、うん、私40やんか、うん、まさかと思って調べたら、老眼何歳から女性で調べたら45、6からやって。ほんでな、試しにな、その文をな、うん、読んでみたの、うん、で老眼ってさ、近くのものがぼやけて見える、うん、っていうやつやねんけど、私スマホの文字がさ、これ近づけたらさ、ここであかんねん、ぼやけんねん、これ見えへん。へえ。ここで、どん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 おじいちゃんとかおばあちゃんでこうやって見るやん。うんうん。私今ね、ここ、ここ。へえ、近いの？ピント合わない。リア君、ここで見えるやろ。そう、俺そこじゃないと見れない、裸眼の時はね。あ、ひどい。いや、もっともっと、裸眼の時こうだから。あ、ひどい、何これ。何見えそれでようやく見れる。それある意味あかん。何も見えないから、それ以外。うわー、やば。今コンタクトしてんねやん。うん、コンタクトでここやわ。はあ。え、リア君今ちょっと どの距離で見える？俺は今コンタクトしてるから。してるやろ、うん、私も一緒やで。ずっと見える。あ、ここでぼやけるかな。そこ、うん、ここは見えるよ全然。この距離、うん、ここだと近すぎて焦点が合わない感じかな。あ、そうだな。うん、私も近すぎて焦点が合わない。え、どこ離してって一番見えるとこどこ？一番っていうか、もうピントがくっきりしだすのはここだね。そこか、うん、何センチや、鼻から言うと、うん、15センチぐらいだな。こんなアナログに測る？私撮って。はいはい。その指固定な。あと、こんぐらいかな。じゃあ私行こう。うん、ここ。はい。ちょっと。遠い。あ、俺の2倍だ。うん、2倍ぐらい。ちょっと縮まってるやん、指。さっきもうちょっとこないのにこんなんしたやんか。いや、わかんない。いや、でもそんぐらい。いや、そこでしょ？そこでしょ？うんうん。ここ、ここ。あ、リアックは15センチで、私20センチぐらいあるんちゃう？うん。あ、でも私の方が鼻が低いから、それを加味すると、うん、同じぐらいや。誤差だろ。はぁ、来た。ついに。なんか40っていろいろ起こるって聞くのよ。うん。更年期の始まりもあるし。うん。なんか老眼ってさ、老って衰える命やんか、うん、だったらさ、もう おばあちゃんとかのイメージやん。ああ、まあそうだ、老ってつくとね。ってなったら60とかさ、70のイメージやったけどさ、うん、40やで。40って言ったら、リア君今32歳やろ。32の延長やで、40って言ったら。うん、何を言ってんの？そりゃそうだ、別に何歳からだ、1歳の延長も40だし。なんか人事じゃないよって言ったの。いやいや、そりゃそうだ。最近ね、月経が重いのよ。はいはい。なんか今月めっちゃ腰が痛くて、うん、で私ミレーナしてるから、うん、あの、そうだね、何、出血はしないのね、うん、だからいつ月経来たかっていうのはようわからん状態やってんけど、うん、明らかにしんどいっていうのが最近すごくわかる。あ、多分今月経中なんやっていうのを自覚する。うんうん。その時ほんまにね、なんかね、お腹痛いし腰も痛いし、すごい調子が悪いのよ。めちゃくちゃしんどそうだもんね、その時。そうでしょ、今までここまでじゃなかったよ。うん、うん、確かに最近あのひどいかも。うん、やろ。更年期何歳からで調べてみるで。あ、もう老眼、更年期を何歳からか調べて老眼が発動してる。やばいやばいやばい。ね、10年間更年期あんねんけど、あれ45から55って書いてるな。うん、じゃあまだか。あ、
安心すんだよ。まだかな。でも50過ぎには生理がなくなるの、うん、閉経するのね、うん、だからそれまでの閉経を挟んだ前後5年、うん、あ、だからやっぱり40からじゃあ50過ぎには閉経するって思ったら、うん、いや最近キュンキュンを求めてるのよね。でもそれってさ、男性ホルモンが目立ってきてんの、うんうん、女性ホルモンがこうなくなってきて男性ホルモンが明るみになった。最近キュンキュン求めて、うん、ね、少女漫画をもう読み漁りまくって、そうで今 BL のドラマ見てるでしょ、うん、タイの BL、ね、トゥギャザーにハマってる、ね、うん、漫画もさちょっと BL ハマって猫に恋した子猫ちゃんとか見てるやばい、自分が変わりつつある、うん、うん、ついていけない気持ちが、あ、自分についていけてない、うん、変わりゆく自分に、うん、はあ、なんか名言だな。覚醒している。どうする、どうする。いや、うちら言うても年の差カップルやん、うん、8個も下でしょ、うん、どうする彼女が、うん、彼女妻が、うん、老眼とかさ、うん、更年期とかってリア君の年からやとさ、もうまだまだ先の話のことが私が起こってきてるやんか、うん、どうする。まあでもいずれ来るしね、俺もさいつかそうなるし。え、今心で殴った、あんたをビンタしたえ、なんか外した俺え、なんかなんやろ、妻でもさ子供もいるけどさ、うん、やっぱり多少はさこうなんか女性として見られたいわけよ、私にキュンキュンしてほしいわけよ、うん、それがさ老眼とかなってきたらさ、そんなん失われるんじゃないかって。いや別に老眼でこっちの目は変わんないでしょ、そっちの目は変わるかもしんないけど。うわっ、うまいこと言ったな今。座布団どうぞいやそうでしょ、別に俺からしたらさ、うん、さきちゃんが老眼であろうがなかろうが、うん、変わんないよ、うん、だし、あの人間誰しも老いるんですよ。よくコメント欄でさ、さきちゃん宛にさ来るじゃん、あの久しぶりに見たら老けたみたいな、くる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 、うん、クソババア劣化したなひどい時だと期待するけど、うん、でもそのコメント書いてる人も老けてるからね、うん、そうやで、うん、棚に上げてるよね自分を。そう、なんかあなただけ老けたみたいな言い方してるけど、うん、そう、全員全世界、うん、生きてる人たち、うん、人どころか、うん、そう、全ての生きとし生けるもの同じスピードで老けてるから。そうやで、あの描いてる人だけ不老不死やと思ってるね、うん、全員老けてるから。金魚の肉食べたって聞きたい。金魚、人魚でしょ、間違えたあーちょっと老けてるかもしんない老けてるかもしんないよ。トニーもさまだ4歳でさ、まだまださ成長を見守りたいのにさ、うん、頼んだよ。いやいや死なないでまだまだだよ、まだまだ。まあリア君は大丈夫よ。え、私と一緒に子育てしてきたし、うん、まあまあイクメンやん、できる系パパやと思ってる、うん、だから私がいなくなってもあ、これ二人を見てる、これそんな重い動画だった？あ、キュンですみんなコメントで老けてないよって送ってよ、送って。私の言い分としては、うん、アスカ、セカンドチルドレンのアスカは14やね、14歳、うんうん、私は14やね、うん、ほぼ一緒英語で言ったらほぼ一緒わけわかんねえよ、オバギャグや、オバギャグだな、これこそオバギャグ、うん、オーバーギャグだね、オーバーギャグ行き過ぎ、あ、好きに
に生きよ。女性は今でも十分好きに生きてるけど。でもね、年取ってね、いいと思ったことたくさんある。うん、有限だなって思う時間は。おうおう、うん、だから今までやったらなんかもうほんまにボゲーっとして、うん、まあ、現に人生があるような感じの生き方してたけど、やっぱり日々あこれしようこれしようみたいな、うん、なんかやったことないことを試してみたいとか、うん、なんかそういうのに駆られて生きてるのはすごいいいなと思う。素晴らしいよ、うんうん、まだまだ先は長いんだから、そうそうそう、楽しんでいこうぜ。いや健康に長生きしたいな、うん、ほんまに、うん、人間ドック受けよう、行こう、うん、結局まだ今年は行けてないや。ほんまやで、うん、去年も移住してからタイで受けたからね。ねえ、うん、受けましょう、受けよう、はい、みんな健康に長生きしよう。これまだ流行ってる。大丈夫。最後までご視聴ありがとうございました。メンバーシップでは毎週土曜日に生配信、そして毎週水曜日に限定のラジオ動画をアップしてます。過去の動画すべて見放題なので、はい、よかったらぜひメンバーシップの方もよろしくお願いします。お願いします。